ていただけるのであれば、まあ、およそ30分、長くても40分ぐらいで、この回開けると思いますので、またその後をお引き受けさせていただきますのでよろしくお願いします。ジャニーズ事務所は直ちに本件の事実を究明し、関係者の責任を検討した上で、本件の被害者との対話を行い、被害回復のための適切な補償をする被害者救済制度、被害者救済措置制度を速やかに構築、運営する必要があります。たいとか、取り上げようと、最初から画策しているとか、そういう意味では全然ない。ジャニーズ事務所が今後、一方的に、案を発表する、講じるのではなく、私たちと、あるいは私たち以外の、被害者とまず対話、そして、その中から生まれてくる、アイデアだったり、希望だったり、そういったものを組んでもらいたいという、ような意識で、この本部を、作りました。被害者は今いる目の前の人たち方だけではなく、まだ見ぬ被害者は声を上げられないのが怖くて、売れてる被害者はものすごく無数多数本当に無限にいると思いますということをお伝えしました。そういった彼らを救いたいです。もう一点、救済基金についてなんですけども、ジャニーズ事務所が拠出というのは分かります。